皆さんこんにちは。阪神タイガースの岡田彰布監督が今シーズン限りで退任することが正式に発表されました。岡田監督は昨シーズン阪神を38年ぶりの日本一に導き、球団にとって大きな功績を残しましたが、今シーズンはセリーグ優勝を目指して巨人と激しい争いを繰り広げるも、最終的には2位でシーズンを終えました。そしてクライマックスシリーズファーストステージでは DeNA に連敗し、阪神のシーズンは幕を下ろしました。岡田彰布は大阪府大阪市中央区出身の元プロ野球選手であり、プロ野球監督としても名を馳せた人物です。ポジションは内野手および外野手、右投右打ちで、現役時代は強打者として活躍しました。愛称はどんでんで、ファンや関係者から親しまれています。彼は阪神タイガースの第30代および第35代監督、またオリックスバファローズの第25代監督も務めました。岡田は北陽高校時代、1年生の夏に甲子園に出場し、その後早稲田大学に進学しました。東京六大学リーグでは歴代1位の打率.379/81を記録するなど、卓越した打撃成績を残しました。1980年のドラフトで阪神タイガースから1位指名を受け、プロ入り1年目からレギュラーに定着し、新人王を獲得しました。1985年には阪神を21年ぶりのリーグ優勝と日本一に導き、5番打者としてベストナインとゴールデングラブ賞を受賞しました。この年の活躍は特に記憶に残り、彼のキャリアの頂点となりました。その後1994年にオリックスへ移籍し、1995年シーズン限りで現役を引退しました。通算1639試合に出場し、打率.277/247、本塁打.836を記録しています。現役引退後、岡田は指導者としての道を歩み始め、1996年から1997年にかけてオリックスで2軍助監督兼打撃コーチを務めました。その後1998年には阪神に復帰し、2軍監督や2軍打撃コーチを歴任しました。2004年から2008年までの間、阪神タイガースの1軍監督を務め、2005年にはチームをリーグ優勝に導きました。2010年から2012年にはオリックスバファローズの1軍監督として再び指揮を執り、その後一時は監督業から離れていましたが、2022年秋に再び阪神の監督に復帰しました。2023年シーズンでは18年ぶりとなるリーグ優勝を果たし、さらに38年ぶり2度目の日本一を達成し、再びその名を阪神の歴史に刻みました。岡田彰布は選手としても監督としても輝かしい実績を残し、阪神タイガースとオリックスバファローズの両球団で重要な役割を果たしてきました。岡田監督の退任はシーズン中に突然発表され、球団フロント入りも合わせて決まっていました。阪神の粟井一夫球団社長60は6日の会見で、岡田監督が今季限りで監督を退任し、来シーズンからフロントでの役割を担うことを明らかにしました。岡田監督は2年契約の2年目にあたり、昨シーズンの日本一達成や今シーズンの優勝争いでの健闘により、球団に多大な貢献をしてきました。しかし続投要請はなく、任期満了での退任は事実上の解任とも言われています。粟井社長は会見で、岡田監督には今後いろんな形で力をお借りしながらチームを支えていただきたいと語り、岡田監督がフロントに加わることで運営面でのサポートが期待されていることを強調しました。岡田監督の退任が発表された直後、チーム内にはどこか終戦ムードが漂っていたとも言われています。レギュラーシーズンで V 位が決定した直後、岡田監督の退任が決まったことで、チームは一時的に士気を失いかけたとされています。さらにクライマックスシリーズを目前に控えた10月14日には、球団 OB の藤川球児氏が次期監督に正式に就任することが発表され、早くもストーブリーグがスタートした形となりました。岡田監督自身も退任が決定したことで緊張感が途切れたのか、体調を崩し
CS 直前には風邪をひいて練習を欠席する事態となりました。咳が続き夜も眠れない状況であったとされ、この体調不良が CS でのチームのパフォーマンスに影響を与えた可能性があります。結果として阪神は DeNA に連敗し、 CS ファーストステージでの敗退が決定しました。試合後の記者会見では岡田監督がヒットイナー最後の最後に特賞し、中野や梅野などの選手たちに対して苦言を呈する場面もあり、最後まで岡田節が全開でした。岡田監督はその場で選手たちに対し悔しさをにじませながらも最後まで全力を尽くして戦ったと述べ、シーズンを振り返りました。今回岡田監督の退任会見が中止されたことが大きな波紋を呼んでいます。阪神では通常シーズン終了後、監督がオーナーへの報告と退任会見を行うことが通例となっています。しかし今回岡田監督は体調不良を理由に会見を行わないという異例の対応が取られました。淡い球団社長は岡田監督の体調不良を理由に会見の中止を発表しましたが、関係者の中にはこの説明に疑問を持つ声も多くあります。 CS で指揮を取り試合後の取材にも応じていた岡田監督が翌日の会見を行えないほど体調が悪かったのかについて、球団内外からは疑念が上がっています。ある球団 OB は、退任会見が行われなかったのは非常に異例なことだ。2018年に任期途中で解任された金本知憲監督でさえ球団事務所で簡単な退任会見を行った。しかし今回のケースではそれがなかった。フロント側が岡田監督に対し会見を自粛させた可能性があると指摘しています。また別の関係者は、岡田監督は非常に率直な人物であり、退任会見で球団フロントに対する不満を漏らす可能性があった。そのためフロント側が彼に対しフロント入りを条件に会見を行わないよう要請したのではないかとの見方を示しています。一方次期監督に就任する藤川球児氏の船出に注目が集まっています。藤川氏は阪神 OB であり、これまでも球団内でスペシャルアシスタントを務めるなどチームに深く関わってきました。彼の若さと情熱が新たな阪神タイガースを築く原動力になることが期待されています。阪神は藤川氏の監督就任によりさらなる成長を目指し新たな時代を迎えることになります。しかし岡田監督の退任とフロント入りがもたらす影響も無視できません。岡田監督は今後フロントの一員としてチームをサポートし続けることでしょうが、その退任に関する経緯や会見中止の理由についてはしばらくの間ファンや関係者の間で議論が続くことになりそうです。岡田彰布監督は阪神タイガースに多大な貢献をしてきた名将であり、ファンからも長年にわたり愛されてきました。昨シーズンの日本一達成は阪神ファンにとっても忘れられない瞬間であり、岡田監督のリーダーシップが光ったシーズンでした。しかし今回の退任をめぐる騒動や会見中止により、ファンの中にはもっと美しい形で送り出してほしかったとの声も多く聞かれます。岡田監督がフロントに加わり新たな役割を担うことで、彼の知識と経験が今後も阪神タイガースの発展に貢献することは間違いありません。球団の未来を担う藤川球児氏の監督就任とともに阪神の新たな時代が始まりますが、岡田監督の退任がもたらした影響は今後もしばらくの間ファンやメディアで議論され続けることでしょう。岡田彰布監督の功績は阪神タイガースの歴史に深く刻まれましたが、その退任劇の余波もまたチームの未来に影響を与える重要な要素となっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。